ビルヘルム・ヘンフィングは、ドイツの画家、版画家である。風景画や人物が、特に多くのヌードを描いた。ナチスの政権下で徴用された画家の一人である。ヘンフィング作、丘のふもとのヤギバーデン・ビルテンベルク州のシェーナウで、生まれた。カールスルーへの美術学校で、フリードリヒフェールに絵画を学んだ。バルター・コンツから、版画も学んだ。 アドルフ・ヒトラーの指導下で建設されたミュンヘンのハウス・デア・クンストで1937年から1944年まで開かれた大ドイツ芸術展に出展しヒトラーの言動を記録、編集し出版したヘンリー・ピッカーの著書によれば少なくとも1点の作品がヒトラーに買い上げられた。金髪の女性座像というタイトルの作品はヒトラーの愛人。 エヴァ・ブラウンによく似た女性が描かれていた。風景画やヌードの作品が多いが、肖像画や生物画も描いた。多くの版画も制作した。書籍の差し絵も描いた。ありがとうございます。